はい、こんにちは。日本改革徳津川です。やすし様、シャドウガーデン様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に、恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。11月19日、外国人実習制度廃止デモを池袋でやります。たっくん、先導者、たっくんは、現地集合でお願いします。現地集合で、よろしくお願いします。11月1日、予算委員会、参院予算委員会、共産山添、消費減税の経済効果は、岸田総理、消費減税は検討してません。引き下げ効果も考えてません。ざわつく場内。一般的に、消費減税の経済効果は、所得減税の2倍と呼ばれている。同じ金額減税するんだったら、消費税、を、税率下げた方が、経済効果が高い。所得税を同じ額下げるよりも。と言われている。世論です。素直でよろしい。もう無理だな、こいつ。当事者ではない感。どっか人事なんだよね。なんか岸田総理ってさ、人事。何でも人事。なんかぽやーんとして、心ここにあらずっていうんですかね。よそごと考えてないっていうような。ステータスを増税に全振り。予想される効果さえ答えないって。少なくとも食品にかかる消費税は下げるべき。ネットはだろうなぐらいで、全然驚愕なんかしてないけどな。前の予算委員会で財務省は増税シミュレーションはしてんだけど、減税シミュレーションはしてないって白状してました。1円も減税する気ないですよ、あいつら。財務省の犬の岸田にも、そんな考えないですよね。岸田が総理を応援のは来年9月までで、それまでにね、財務省は、できる限りの増税、狙ってくるでしょうね。社会保険料6000円値上げみたいに、増税ってわかりにくいですね。実質税負担率上げるステルス増税を見破ってですね、批判しないと、日本滅びちゃいますね。日本が滅びても、財務省は滅びないとでも思ってんだろうかね、あいつら。本当にバカな連中だな。お前らの子供や孫も、増税、重税に苦しむんだからな。バカだれが。と、軽蔑しております。記者会見。来年6月ボーナスに合わせ、本人、扶養家族を問わず、1人当たり4万円、約9000万人を対象に、3兆円規模で所得税、住民税の定額減税を行い、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状態を確実に作りたい。4万円ぽっちで物価上昇に上回る。はて、これ間違ってますよね。所得の伸びがじゃなくて、定額減税によって可処分所得がを増やすことで所得は増えないよね。賃金上がんないよね、定額減税じゃね。給付金と何が違うんだって話なんですけど、世論です。来年6月。バカかこいつは。たかだか4万円で、恩着せがましい。なね、4万、1人4万もらって、そんな経済上向くかって話なんですけどね。来年6月まで、他に景気対策ないのかよ。いや、物価抑えたいなら素直にトリガー発動しろって。ボーナス出るのは確実じゃないのに、ここに合わせるっておかしい。つまり、来年6月くらいに解散選挙。これ、ボーナスない人煽ってんだよな。人の神経を逆なでする才能があると。増税メガネは気にしてない。何と呼ばれようが、やるべきことをやるとき。とか、言っちゃってんですよ。だけど、気にして気にした結果がですね、無理やりの定額減税っていう、ただの過払い税金返却じゃないですか。で、減税って立て付けにしたかったから、実施がね、いくら急いでも来年6月になっちゃうと。で、それまでの経済対策はないと。こんなんじゃ、年越せない人も出てくんでは。何でも人ごと。当事者じゃないか。出してるね、これ。つくづく無能なんだよね、バカで。増税にだけ言うのでね、物価上昇を抑えたいんだったら、素直にシンプルにトリガー条項発動して、
ガソリン価格下げりゃいいじゃねえ。したら、可処分所得増えんだからさ、特に地方の人は、ガソリン代バカになんないからね、月何枚もね。こうなったら、トリガー条項発動して、ガソリン価格下げるって条件、とっくに満たしてるんですよ。だけどやんないっちゅうのは、不作為、あるいは、サボタージュじゃないの？サボるの語源のサボタージュ。これ突っ込む野党ないのが、全くの謎なんだよな。民民の玉木がちょっと言ってっかな。でも国会で突っ込んでくれ、国会で。こんなんだから、ギリギリ赤点、回避の、ギリギリ旧大点の自民をいつまでも倒せないんですよね。今日の単身です。伊黄島、伊黄島の南1キロに噴火で新しい島が出現しました。領海が広がって何よりであります。まあ、わずか1キロばかしですけどね。新聞を読んでる10代はわずか 2.1%。これも多分親が撮ってるのを読んでるに過ぎないでしょうね。20代 2.8%。30代 4.1%。40代 16.5%。50代 29.6%。60代 46.1%。60代でも半分が新聞読まないと。新聞の未来は真っ暗であります。お先真っ暗。羽鳥慎一モーニングショーで、お先真っ暗の朝日新聞社員、玉川徹。この人はテレ朝の社員じゃなくて、テレビ朝日の社員だって。日本が敵地攻撃能力を持たなければ、中国は攻撃してこない。羽鳥、本当にそうですね。専門家、そうですね。何の専門家だって、こいつは。こいつらね、ウイグル、チベット、ウクライナ、なかったことにしてないか？この三つがですね、ゴリゴリに武装したら、攻めらんなかったんじゃないの？こいつらの目的は、中国共産党にですね、日本を差し出すことで、日本人は抵抗するんだって、窮状を守れって叫んでる連中、外観誘致主義者と一緒ですよ。こんなんだから、新聞がお先真っ暗なんだわね。三井銀行、三菱 UFJ に続き、10年定期の金利を一気に100倍に。インフレで預金が流出してたのかな。にしても一気に100倍って、今までどんな異常な低金利だったのかな。ゼロを100倍にしても、ゼロに近いって現象ですかね。だから100倍できたんですかね。一気に。すげえなぁ。立憲、馬場幹事長の、立憲を叩き潰すって発言取り消せば、選挙協力、話してやらないこともない。維新、おととい来やがれと。支持率とっくに抜かれてんのに、なんでそんな威張ってられんでしょうね、立憲ね。全然謎ですね。やっぱバカで幼稚じゃないと、パヨやってらんないんね。現実、見ない。現実、認識、できるようじゃ、パヨやってらんない。大差で維新に負けてですね、なぜこうなったって、ずれたことを言うといいですね。そんなこともわからないところが負けた原因っていうですね、オチがつきます。消防隊員がナイフで応戦し、熊を撃退した北海道大仙岳だけで、別な20代男性と熊の遺体発見。熊はナイフが首に刺さったまま逃走してたみたい。力尽きる前に不運な男性を襲ったのかな。水戸市の眼科で86歳の男が医師の目に殺虫剤を吹きかけて角膜炎、起こさせ傷害事件で逮捕。郵便局に立てこもった鈴木恒を持つね、86歳でしたね。飯塚幸三も、事件を起こした頃は80代半ばでしたね。今後無敵の高齢者が社会問題になるかもしれないな。凶暴化する80代であるとか、80代のジョーカーであるとか、社会問題するかもしれないな。朝鮮日報、韓国の犯罪は詐欺が 30.1% を占める。そんなにか。3割詐欺なのか。日本はわずか 4.3%。 詐欺件数、日本は10万人当たり24件、我が国は683件、2倍、20倍以上ですね。どこも褒めてくれないんで、褒めるところがないんで、普段はですね、我が国は誇らしい、素晴らしいって、捏造でもこじつけでも何でもいいから、自画自賛する記事書きまくってんですよ。韓国の新聞って。で、その反動でですね、たまに定期的に、鬱になっちゃって、こういう鬱記事書くんです。世界一治安がいい日本と比べなくてもいいのにね、なんぼ近いって言ったってね、気持ち悪いから、こっち見ないでもらいたいですね。韓国の文在でさ、
国半分しかない韓国のくせにさ、国連一時停戦を、人道的休戦をイスラエルに求める。ネタニヤフ首相、ハマスが死ぬか投降するかしか選択肢はないと突っぱねる。民家に侵入したハマスがですね、生後2ヶ月の赤ん坊をオーブンレンジで焼き殺す。焼き殺しながら、それ見せながら母親強姦して、その後にやっぱり焼き殺したことが報道されてですね、イスラエル民、怒りマックスであります。ハマスが触れたもの、すべて破壊する。アメリカは勝つために原爆投下しただろうが、とも言ってました、首相。こんな状況なのに、停戦進める国連、現実見えなさすぎ、のんきすぎ、やっぱパヨってるのな、ハマス幹部のマシャール、中国は俺らと同じやり方で台湾侵略を始める。中国共産党、ちょ、待て、異例の反応してしまい、答え合わせとなる。まあ、ハマスも中共もテロ組織には変わりないんで、やり口にいるのはしゃあないですね。千年王国思想、世間は悪に染まっているので大変化が必要っていうんですね。これのあの世界は悪に染まっている部分をアノミーって読むんだって。アノンかな、アノミーで、アノミーにかぶれてる人をアノンって呼ぶのかな。社会不安や不満がある人ほどアノミーが強くて陰謀論にはまりやすいっていう論文が出ました。いわゆるアノンですね。社会不安、社会不満が多い人、アノミー。これ今日初めて知って、あ、だからアノンって言うんだ、思いました。というわけでですね、11月19日に、社会に不満があるから外国人実習制度廃止でも開催いたします。皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。